こんにちは。障害年金コンサルタントの松岡です。当事務所は障害年金を通じて関与する全ての人を笑顔にするというのを合言葉に、北海道から沖縄まで年間2000件を超えるご相談をいただいております。今回のテーマは、障害年金を受給していることを会社や他人に知られたくないというお話です。障害年金を受給していることはご本人が言わない限り会社や他人に知られることは一切ありません。もしご本人以外の方が障害年金を受けているというのを調べようと思った場合は、本人からその方に向けた委任状を持って年金事務所に行かなければ、障害年金を受けているというのは家族や友人であっても教えてもらうことはできないんですね。もちろん社会保険労務士であってもこの委任状がなければ何も動くことができません。もし仮にこの委任状を誰かが勝手に作って使ったなんていうことがあったとしたら、それはもう私文書偽造で違法です。つまりご本人が誰かに私に代わってお願いという形で委任状を作らなければ誰も調べることはできないんです。他によく聞かれる質問としては、会社に入社して社会保険の手続きの際に障害年金を受給していることが知られるのではないかっていうふうに不安に思われる方もいらっしゃるんですが、そういったことも一切ありません。それでも万が一知られるとしたらどんな可能性があるか考えてみました。レアケースなので基本的にはなかなかないと思うんですが、他人に知られるパターン2つだけ絞り出してみました。1つ目が、日本年金機構から送られてくる障害年金に関する郵便を勝手に見られるということです。障害年金を受けると郵便で封筒やはがきが届きます。例えば年金額改定通知書や更新のお知らせです。もしこれらの書類を勝手に見られてしまったら、障害年金を受けてるというのがバレてしまいますよね。2つ目は、社会保険に入って働いている方のことです。というのも、障害年金を受けているときに同じ病気で傷病手当金を受けるケースです。傷病手当金とは、社会保険の中の健康保険から支給される所得保障の制度のことです。同じ病気で障害年金と傷病手当金と、この2つを同時に受けることは原則としてできません。そのため、傷病手当金の申請書の中に、現在障害厚生年金または障害手当金を受けてますかっていう欄があるんですね。もしこの欄に受けてるっていうふうに記載していると、それを見た会社の人に、あ、障害年金受けてるんだねっていうのが分かっちゃう可能性があります。以上、障害年金を受けてることがバレてしまう2つのパターンについて考えてみました。まとめると、障害年金を受けていることは自分から言わない限りは他の人にバレる可能性というのは極めて低いということになります。ご清聴ありがとうございました。